ヤジュマストリート第67弾始まります 井上正,正義です YouTube ラジオ矢島ストリート第67弾でございます本日はですね久しぶりに特集をやってみたいと思うんですね何の特集かと申しますと陰謀論なんかじゃない本当にやった嘘みたいなニュース特集ということでですねまあ、結構ね前のニュースにはなるんですけれどもこれ陰謀論ちゃいますよとほんまにやったニュースなんですよというね ちょっと面白いニュースをご紹介してまいりたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりとお付き合いをください。ということで、まず最初のニュースでございますけれども、まず最初のニュースはですね、女子高生の冗談が招いた信用金庫破綻の危機という、もうこれタイトルだけでなんかドキドキしますね。これ。 わくわくするって言うたら怒られるかもしれないんでね、わくわくとは言えないんですけど、このね、まずね、本当にあった1本目のニュースなんですけれども、豊川信用金庫事件というふうに呼ばれている事件でございます。このですね、豊川信用金庫事件は1973年、昭和48年12月ということですので、まあ、約50年前。 50年前に起きたニュースなんですけれどもねこれはね誤った内容の噂によってですねこの豊川信用金庫に対する取り付け騒ぎが発生したという事件なんですね。これ取り付け騒ぎっていうのは何やっちゅうとですねあの特定の金融機関とか金融制度に信用の不安が原因でですね預金してた人とか、まあ、貯金とかね た人たちがですね一斉に要はお金を下ろしに行くということをこの取り付け騒ぎ取り付け騒動って言うんですよねこれまあ皆さんもご存知の通りですね銀行っていうのは当然ねそのお金を預けるねそれをまた人に貸す何か国債を買うとかいうことで利益を得てるわけだから結局ね 預かった。お金がそのまんま銀行を持っているわけじゃないんですよ。銀行も都合出るわけだね。だから、その預金してた人がみんなお金下ろしに行ったら結局ね。銀行にはお金そんだけ。実際はないから破綻してしまうわけですよね。それがこの取り付け騒動ということでこれがですね。実際にそれも噂話が事の発端で起きたと。 いうお話、ね、ニュースなんですけれども概要をちょっと、ね、ご説明すると1973年昭和48年の12月にです、ね、この愛知県の保育郡小坂町にある、まあ、現在は豊川市というているようですけれどもここにある豊川信用金庫がです、ね、破綻するという電話が流れたことから 結局、この取り付け騒ぎですね、みんながやばいと、ね、その銀行を潰れる前に預金下ろしに行かなあかんというので、一斉にみんながお金を下ろしに行った結果、14億円もの、これ50年前の話ですからね、14億円もの貯金が引き出されて、ですねもうあと一歩で倒産屋というところまで行ったっていう事件なんですね。それで 結局事態は収まったんですけどその後警察が、えー、信用毀損の業務妨害罪という疑いでですねこの原因を調べていったところ女子高校生3人の雑談がきっかけとして自然発生的にいろんな噂がまあ、言うたら伝言ゲームみたいなことですよね。 もう最初は女子高生が言ってたちょっとした冗談がいろんな人が伝わ伝えていくうちに話が全然ちゃうことになってしまって結局今回の事件にはその銀行、信用金庫を潰れかけたんですよ。潰れかけて警察も乗り出したけど結局この自然が起き、自然で起きたことだから犯罪性はないというはことで 結局当然、まあ、誰も悪いことなかったわけですよ。ね。誰も悪かったことがなかったんだけれども、銀行が潰れそうにまで行ったと。で、もう一個面白いのは、このね、警察が一部始終聞いていか,かったんですよ。この話はあなたが誰に聞きましたって言ったら、その人はあの人に聞いたというのを、こう、伝播していった順番が辿っていけたんですよね。だから、うん 結局ね、事の根本がどうもこの女子高生3人の冗談話やったっていうところまでたどり着いたっていうね非常に珍しいケースがこの事件なんですねだからこの、ね、デマがパニックを引き起こすまでの詳細な過程が今回ご紹介するこのニュースでは明確に分かってるんですよなので非常に珍しいケースやということで これね、心理学とか今の社会学の教材としてですね、現在でもなお伝えられている、もしくは学問として分析したり、一つのフェイクがどう伝わっていくのかっていう事象分析に使われているね、まあ、とっても貴重なっていうところね、この破綻仕掛けた豊川信用金庫さんには申し訳ないけども、事件やったんです。豊川信用金庫さんは今も確かね、 あるんですよ。ちゃんと。ね。ちゃんと営業されてるんでね。だから、この信用金庫さんにとっても、ほんまう、う倒産しかけるみたいなね、嘘みたいな、ほんまの話が起きたということなんですよ。じゃあね、その、どんな経緯でね、これ、子供こさはさっきも言ったけど、女子高生ですからね、女子高生の雑談から、この豊川信用金庫、倒産の危機にまで至ったか、 っていうのをちょっとね時間軸ごとにねご紹介をしていきたいと思うんですよこれねほんま小説ですでさっきも言ったみたいにそういうのがね分かるケースってほぼないんですって結局誰かがついた嘘が広がってきたらしいっていうのはまあね興味あるかもしれないけどそのねどこが事の発端やったかまで たどり着いたね、本当に珍しい事件なんですよ。ということで、じゃあまず、1日目からいきます。これがことの発端やったっていうね、1日目。これがですね、12月8日土曜日から始まってるんですけれども、その1日目ね、投稿中の当時まだ国鉄、飯田線の車内で、女子高生3人の会話から始まってます。まずね、女子高生の B さんと C さん、 がこの豊川新金に就職が決まった友達の A 子さんに対して話をしたんですだから ABC の3人の女子高生が話をしてたそのうちの A さんはこのね豊川信用金庫に就職が決まってたらしいんですねでその就職が決まってた A さんに対して からかって B さんと C さんが信用金庫は危ないよっていうふうに言ったんですね。信用金庫は危ないよって言った。じゃあ、この女子高生たちはどんなつもりで信用金庫危ないねって言ったかっていうと、このね、後に招いていく、この信用金庫の業務が悪いとか、破綻しそうやとか、業績が悪いとか、 全くそんな意味じゃないんですよ。この危ないよっていうのは。この二人が、ね、就職の決まった A 子さん、A さんに言った信用金庫は危ないよっていうのは、銀行とかね、金融機関には、これ50年前の話だからね、強盗が入ったりするよね、と。そしたら危ないよね、ね、だから A 子さんも気ぃつけなあかんよ、もし窓口段階に行った時にね、 銀行に5ドルが入るから、ね、だから信用金庫は危ないよねっていう笑い話冗談やったわけですこれが実はこれここまでの話ねごくごく普通の女子高生の「キキキキャ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 話ですよ、ね、信用金庫入ったよかったね」せやけど信用金庫泥棒とか入って「危ないよ」の泥棒とかが入って 強盗とかが入ってが省略されて信用金庫は危ないよだけが周りの人にまあまあまあ伝わっていくというその話が事の発端やったんですね。ところがこのね豊川信用金庫に就職が決まってた A 子さんねこの A 子さんはそれを真に受けていやほんまに銀行そんな危ないんかなと。 ね、冗談話やったんやけど心配になったんでしょうやっぱり強盗とか怖いもんねそれで銀行信用金庫危ないんかなと思ってたその夜たまたま家に親戚の D さん D さんが遊びに来てたらしいんですけどそのね親戚の D さんまあおじさんやったりするんでしょうきっとねそれでねおじさんとかまあおじさんかどうか分からへんけどね信用金庫は危ないの そしたらそのこの A 子ちゃん A 子さんはねそ,こその時にその自分の就職する銀行豊川信用金庫は危ないのって言って聞いたんじゃないんです。冗談話ではその銀行とかは強盗が入って危ないっていう話だから信用金庫は危ないのっていうふうに親戚の D さんに 尋ねたらしいんですね。豊川銀行はっていう名前も言わずに。ところが、この聞いた親戚の D さんは、この彼女が、豊川信用金庫に就職するって知ってたんですよ。親戚やからね。せやから、その A 子さん、A 子さんとか A さんは、ね、その豊川信用金庫が危ないって心配してるんやなと、こう、読め、読まはったわけですよ。深読みしはったわけですよね。 で、それで、この親戚の D さんが、これも偶然なんでしょうけど、そのね、豊川信用金庫の本店のね、近くに住んでた親戚の E さんに対して、この D さんが、おいと、豊川信用金庫危ないんか言って、電話で問い合わせたらしいんですわ。ね。さあ、どうです これ、ここまでがね、一日目なんです。なんかすでにもう、ややこしい匂いしてくるでしょ強盗っていう話、この親戚の、に伝わった時点で、消えて戻るんですよ。そして、その次の日、二日目。その親戚の D さんから、昨日の夜の、夜にね、電話をもらった。その豊川信用金庫の本店の近くに住んでる親戚の E さんが、 これもまたね、ほんま嘘みたいな話だけど、美容院を経営している F さんっていう方、要は美容院のオーナー、だから美容院の人にですよ、にね、豊川信用金庫、危ないらしいぞって言って話をしたんです。ほら、ここでね、もうちょっともうニュアンス変わってるでしょねそれまでは危ないのかなっていうクエッションマーク作るのが、もうすでにこの 美容院の経営者に伝わった時点で、豊川信用金庫は危ないらしいっていう話になったわけですよ。ね。で、ここで、事の発端だった女子高生が言ってた、強盗が入るためというニュアンスは、もう消えてなくなってるんですよ。ね。それで、これがまたようある、もう吉本新喜劇なんかにもようあるパターンですよ。 美容室って言ったら不特定多数がたくさん集まる場所ねもう昔を言いましたよねその散歩屋さんとかね美容室とかね銭湯お風呂屋さんなんかはもういろんな人が集まるから宣伝するんやったらそこからせえとか噂はそういうところから始まるというのがもう昔の定番の話でした落語なんかにもよう出てきますというのねことの発端はこの風呂屋やったとかね あのー、人探すんやったらそういうとこに行けとかみたいなことがありました。もうこれはするとなくなるのせえんけね。だからこのね美容院の F さんに伝わったんは豊川信用金庫は危ないらしいというふうに伝わってしまったわけですね。でおそらくこの美容院の経営者ね美容院の人はお客さんにその日のネタとしてこれきっと言わはったんですね。 東亜金庫、危ないらしいです。みたいなね。さあ、そして二日目が終わります。そして三日目。今度はこのね、美容院経営者の F さんが、親戚のじいさん、これ親戚洋さんおらん、まあ、いいけどね、に、またね、この話をしはったらしいんですよ。ね。だからこれ多分ね、まあ、 あの美容院に来てた人かどうかはちょっと分からへんだけど、でもね、親戚のじいさんにとかこの話をしたと。そうしたら、多分ねこれ美容院にってはったと思うんですけど、たまたまそこに居合わせた、クリーニング屋のエッチさんの耳に入った。<laughs> ねこれまたなんかありそうでしょ、クリーニング屋さんもね、いろんなお客さん来はるからね、顔見知りじゃないですか、当時の。それでね この美容院のじいさんからたまたま居合わせたクリーニング業のエッチさんの耳に豊川新金は危ないらしいという話が入ったわけですね。そしてこのクリーニング屋のエッチさんは家に帰って奥さんの愛さんにその話を伝えたわけです。ね。おい、聞いたんやけど豊川信用金庫危ないらしいぞって言って奥さんに言った。 これが3日目です。そして4日目、このね、クリーニング屋のエッチさんの奥さん、イさんが多分友達に伝えたんでしょう。ね、ママ友やったんかもしれません。で、そうすると、この4日目にしてですね、この小坂委長のシグラの間に、豊川新勤危ないらしいっていう噂が広まり始めていったらしいんですね。 だから、結局もう、もうこの辺で、今までは、エッチさんで、え妻の愛さんまでやったんやけど、もうここからね、特定できへんぐらいの人が知ることになっていったわけですよ。これも多分ね、あんまよそ言って言わんといてや、タイプのネタやったと思います、当時はね。ちょっと聞いたんやけど、豊川新聞危ないらしいで、みたいな話で、どんどこどんどこ、ね、伝わっていきました。 でここでもう一個変化したことがあることが分かりました。4日目。何が変化したかっていうと、豊川新金は危ないらしいのらしいがどうもなくなって伝わっていった。どういうことか。豊川新金は危ないっていう断定でもう4日目伝わっていったんです。ね、それも不特定多数の主婦から、ねえー、美容院のお客さんから、 に伝わっていった。だからじわじわと噂広まっていったわけです。そのじわじわ広がっていってんのが5日目。12月12日です。そして6日目の12月の13日。これはね、クリーニング屋さんに来てたお客さんの話なんですけど、クリーニング屋さんのね、エッチさんのお店にたまたま来てて、ちょっと電話貸してくれへんかって言った人がいてたんですよ。 で、そのね、電話貸してください。ちょっと悪いけど、ごめんちょっと電話貸してって言った人が何を言ったかって言ったら、豊川新金から120万おろしといてくれという電話を誰かにしたんですよ。これ偶然なんですよ。ね。その、クリーニング屋さんのエッチさんはその話をずっと聞いとっただけですわ。だけど、相手の話とは会話わからへんからね。クリーニング屋さんに入ったんは、とにかくこの人が、豊川新金から120万おろしといてくれ で言ったということが伝わったわけですね。ほら、ね。この辺、その辺に行った人も、それだけは聞いたわけですよ。ねこれね、結局、豊川新金危ない。だから、120万下ろせやと。この人知ってたんやと。みんな言えへんけど、そう思ったんですよ。ところが、この電話を借りた J さん、ね。 登場人物増えてきたね。このクリーニング屋さんで電話を借りた J さんは、豊川新金は危ないっていう噂を、全くまだね、知らなかった人なんですよ。で全く知らずに、ただ、普通の仕事の支払いをするお金を下ろしといてねっていうふうに、部下に頼まはっただけなんですよ。だから、電話借りて、あ、違う違う違う、今日支払いあんねやと思わはったわけね。 これで、すぐ電話せなあかんと。んとりあえずクリーニング屋さん行って、ね、ちょっと電話して,いて、で、部下かなんかに、ちょっと豊川信用から120万下ろしといてな、と、言わはった。ところが、エッチさんは、ね、クリーニング屋さんのエッチさんは、豊川信金は危ないと思ってたわけですよね。そこで、120万おろせっていう指示があった。ね。これはね、 えらいことやと。いうふうになったわけで。で、結局、先も言うたけど、J さんは知らんかったんですよ。知らんと支払いのために120万下ろしてっていうふうに言うたわけ。ところが、クリーニング屋でその話をたまたま聞いていた I さん <laughs>。すごいでしょクリーニング屋さんでね、たまたま話聞いてた I さんは、 豊川新金が危ないっていう噂を聞いてはったんですよ。で、その120万下ろせっていう話を聞いたもんやから、この人ね、慌てて、その日に180万下ろしに行かったんですね。これ、6日目の話ですよ。で、その後、このエッチさん、要はクリーニング屋さんね、のエッチさんと、その120万下ろせっていう話を聞いて、 えらいこっちゃって言って180万下ろした愛さんこの二人はね知人やったそうなんですよだからこの二人ではもうビッバチーンともうこう一致したんですよ120万あかんやっぱり豊臣やばいせやから下ろすんやということでこの二人がいろんな人にねおいやばいとだからこの二人はねもう 完全に豊川信用金庫はもう倒産間近やっていう勘違いをしてですね、その話をいろんな人にし始めたんです。あ、ほんまにまずいぞ、ということ。ね。ほら、もうこんなん、すごいでしょ小説でも考えられまへんで。ほいで、こっからまたね、ほんまでかっちゅうことが起きるんですよ。でね、この、 2人の話を。これもね。たまたま聞いていた。<laughs> ね、アマチュア無線愛好家。これね。50年ぐらい前だからね。もう今みたいにそのインタもう電話しかで伝える手段なかった時代。だからアマチュア無線って流行ってたんですよね。アマチュア無線さえあればもう全国日本国内どこでも。 ね、えー、話やろうと思ったら、まあ、免許れば、免許はいるんやけどね、できるし、なんなら外国の人とも話できるってことで、流行ってました。で、そのね、アマチュア無線愛好家の人に、この話が伝わってもったんですよ。そうしたら、このアマチュア無線愛好家の人が、無線で、豊川新勤危ない言って、言うてしまはったんですね。どうも箱は倒産するぞと。 いう話で、今までは、この、豊川市のね、近辺だけの噂話やったんが、アマチュア無線の愛好家が、要は日本国中のアマチュア無線愛好家に、この話をしてしまわはったんですよ。なので、一気に、広域に噂が広まっていったと。いうことなんですね。これね、何べんも言いますけどね、 これほんまにあった話ですからね、これ。これアマチュア無線愛好家まで出てくるって、ようできた話じゃない話だから、これほんまにあった話なんですよ。ね。で、その後、結局、豊川信用金庫の窓口に、預金してた人が殺到するんですね。預金してた人が殺到、これ6日目の話ですよ。殺到して、その日のうちに、約ね、5000万円引き出されてしまったんですって。 これ当時50年前の5000万円って大金ですよ、これ。これ多分銀行の中現金もなくなったんちゃうかなっちゃうなレベルの話やと思いますよ。ね。で、それでね、この豊川信用金庫の小境支店にいや合わせて行った59年の中にね、結局ね、タクシーで行った人がいてるんですよね。で、そのね、 タクシーの運転手さんの証言まで取れてるんですよ。それでね、まず、これ6日目の話ね、昼間に乗せたお客さんは、豊川新金危ないらしいと。ね、昼頃のお客さんは言うてた。で、そして、2時、14時30分に乗ったお客さんは、豊川新用金庫は危ないって言うてはった。これ運転手さんの話ね。で、そして、 16時30分頃に乗せたお客さんは、豊川新金は潰れるって言ってた。ね。そして、夜に乗せたお客さんは、明日はもうあそこのシャッターは上がるまい。みたいなことを言うてはったと。つまり、このね、6日目の時間に応じて、銀行までタクシーに乗せた人の言い分が、 変遷していったんですよ。もう一回言うと、午前中の人は危ないらしい。2時頃の人は危ないって。で、4時半頃の人は、あ、こつぶれると。で、お客さん、最後の夜に乗せた人は、あの、信用金庫のシャッターは、もう明日は上がるまい。って言った。ということなんですね。ね。これ、すごいでしょで、そして、7日目。これ、もう一回言いますが、いつからなのかっていうと、 電車の中で女子高生3人が普通の冗談話をしてってから7日目の話、12月14日金曜日のお話なんですけれども、これはね、さすがに豊川新勤もやばいと思わはったんですよね。これね、事態就職のために豊川新金が生命分を出さはったんです。ね、お金はありますと。だから、 もう大丈夫ですと。うちの銀行は大丈夫ですと。どんな嘘が流れてるのか知らんけども、大丈夫ですと。とにかく、もう速やかに、ね、あの貯金はいくらでも下ろしてくださいと。大丈夫ですって言わはったらしいんですが、それをまたね、曲解いわゆるねじ曲げて理解した人たちがいてるんですよ。それがね、どうねじ曲げて理解しはったかっていうとね、これどうもね、1万円以下は切り捨てられるらしいとかね、 利子が払えないのは、やっぱりね、経営がおかしいせいやとか、これね、豊川新金がね、どういう解説をしたのかっていうところまでね、ちゃんと分からへんかったんやけど、多分、スムーズにお金出すために、まずは利子の計算してたら、大人じゃないですか。だから多分ね、利子は後で払うから、とにかく元金払いますみたいなことをやったやんやと思うんですよ。で、あと、1万円未満、要は、 その何,何千何百円までやってたら窓口業務でお金まあ弱いんじゃないですか。せやからせめてね、1万円単位にしてくれて多分言わはったんですよ。で、それを今度は逆手にとって1万円以下は切り捨てられるらしい。要は払いよらへんらしいと。ね。で、利子が払えへんのは経営がおかしいからやと。ね。それで、それでドア人が集まったところを結局ね、警察が その、雑踏警備をしてはったんですよ。誘導してたんです。まあ、この間、この間のね、韓国のね、若い人たくさん亡くなったあの国じゃないけど、人がわさーっと集まったから、そのね、警備を警察がしてたのを見て、豊川新銀に強制捜査が入ったと。で、やっぱ箱なんかしとる。っていう風に、どうでしょう。もうね、銀、 この豊川新金はスムーズな業務をするために多分ね、いろいろ考えて、利子は後で払いますとかね、もうあの、何百円の単位は後でやるから、もう万円単位だけでしてくださいとか言うてたよね。これがね、もう全部悪い方、悪い方。おまけに、その人の整備をしてた警官、警察官見て、強制捜査しったと。ね、いう風に伝わってしまったわけですね。まあ、もうね、 嘘の噂、おもろいように流れ放題、なったわけですよ。それとかね、中にはね、倒産整理の説明会をしていると聞いたとかね、そういう問い合わせとか、整理券を渡された人がね、粉ももろても何もにもなるくらい、みたいな、ね。いやいや、それ整理券やし、みたいなね。で、どのある人が現れたとか、もうね、そこに集まった人ももうむちゃくちゃになったわけですよ。ね。 まあね、その後も、このね、職員がね、使い込みが原因やったとかね、その5億円をどうも職員が持ち逃げしたらしいとかね、なんか理事長が自殺したとかね、こんなん今でもあるでしょもうね、そういうもうどっから出たやわからんデマが、もう出まくってですね、これまだインターネットない時代やからね、口コミだけで伝わってる中でもうこんな情報が出てたそうなんですよ、ね。 もうね、ここまで来たら言いたい放題。だから、今のね、ネットの時なんか、よう、こんな話出るじゃないですか。それがね、やっぱりね、50年前にも起きてたっていうことなんですね。で、結局、その、この14日、だから7日目ですよ。ね、7日目の夕方から15日の朝にかけて、銀行側はマスコミに対してね、ちょっと沈静化の協力してくれと。 今流れてるのは全部デマなんやと。いうことを新聞各社に説明して、やっと15日の朝の朝刊なんかにデマだっていうことが乗り始めたそうなんですね。まず朝日新聞は、もう見出しはですね、5000人デマに踊るっていう見出し。読売新聞は、デマに踊らされた親近、取り次ぎ騒ぎ。ね。 っていう見出しやとか毎日新聞はデマにつられて走るなどの結局見出しでですねこの話が嘘だったっていうことが今度は全国紙で流れたわけですね全国紙で流れたただ結局そういうデマが全国に流れ出してついについにですよ日本銀行まで動き出す騒ぎだったわけですねこのね事態を受けた日本銀行は交差局長 っていう、えらいさんが、記者会見を開いて、豊川信用金庫の経営については、何の問題もありませんと。心配しないでくださいと。ね。で、混乱を避けるために、日銀の名古屋支店を通じて、現金の手当もしてますと。ね。だから、もうお金も豊川信金にはもう日銀から渡してるから、もう心配せんといてくれと。いうふうに言ったわけですね。 で、ね、また、これもそうなんですよ。預金者は、もう、バンバン、バンバン集まってくるのでね、要はね、預金者のアピールとして、今度はね、本店の大金庫前に日銀から輸送されてきた大量の現金。これは知って、本店っていうのは、豊川新金の本店ね。本店で、みんなに見える場所に、日銀から届いたばっかりの現金を山積みして見せったんですよ。 そのね、山積みしたみ、で見せた1万円の束高さ1メーター、幅5メーターですって。これがね、窓からも見えるように山積みにしたんですよ。これね、僕写真で見ましたけどね。まあこんな大金の山なんかまあ一生見ることないやろうみたいな光景ですよ。ねそれで大丈夫です。お金あんねやというのを、 言葉で言うても信用せんへんから見せたということが起きたということなんですね。そして8日目、12月15日土曜日に店頭に全国信用金庫連合会、全国信用金庫協会連盟のビラが貼り出されてですね、常務理事による預金者への説得活動も行われました。説得、もう安心する、ほんま大事上ってことですよね。 でこれらの対策によって、騒動はやっと鎮静の方向に向かったということなんですね。でところが、先ほど言いましたけど、その前日7日、8日の朝、この土曜日の朝の全国の新聞にさっき言ったデマやいうのが流れたんやけど、それで知った人たちが、結局ね、多分ちゃんと読んでへんやろうね。 預金を下ろすために駆けつけたっていう人もすごく集まったんだそうです。さあ、そして9日目、12月16日の日曜日ですけれども、ここからはやっと事態が沈静化してですね、原因追及作業が進められるようになったということなわけですね。それで冒頭言った警察がどういうね、ルートで デマが広が広っっていったのか要はこれは犯罪の可能性があるわけですよ。わざとやってたらね。結局銀行ほんまに潰れかけたわけだから信用銀行ね。だから警察が調べていったわけですでのそのデマが広がっていった結果を。でそこで発表したわけですね。何の悪意もあるものじゃなかったと。でその夜に NHK が警察の発表していた このどうやってこれが伝わっていったかというのを伝えたということなんですね。そして10日目12月17日月曜日に新聞各社の長官が警察の発表を一斉に報道することとなったわけですね。これで事態は一件落着するはずやったんですが、ところがその後22日になっても信用金庫、豊川新金は潰れたのではないかというね。 さあ、ような、こう、で話が、やっぱりね、消えないんですって。で、結局ね、これ新聞発表では、3人の女子高生が、の、言った、噂話まで出すよ、まあ、噂話、ね、そういう世間話やったんでそういうことも伝えたんですけど、3人の噂話が、ここまで大げさになるはずはないと。裏に、組織があると。<laughs> で、 これは陰謀があると。警察の発表は政治的なものだ、などと主張するですね、人たちが現れたと。もうこれ全く今の陰謀論者と言われている人たち、これはもう全くそうですね。このね、裏に組織があるんじゃないかって。ロスチャイルドとかね、あ、これあんまこういう名前出したかとかね。まあまあ、イルミナティとかね、まあまあ、それは関係ないかもしれんけど。 ね、そんなもん、高校生3人の話がこんなことまで広がるわけなんやないかと言って信じない人もいたということなんですね。さあ、ここまでお話したことがね、今回の豊川信用銀行事件の一部始終やったんですけど、どうですこれね、ほんまにあった話なんですよ。途中ね、すなんかこう、ね、病院の人出てくるし、 ねえ、アマチュア無線の愛好家出てくるしね、なんか、す,すごいでしょクリーニング屋さんは家に帰ってお母ちゃんに伝えるし、だから次の日お母ちゃんが喋った人が、まあいろんな人に伝わっていくして、これね、これほんまにあった話でね、僕、僕決してね、その、豊川信用金庫事件っていう映画のネタバラシストーリー説明したわけじゃないですからね。これね、ほんまにあった。 事件なんですよこれはねいくら優秀なね作家さんでもね書けないですよ。こういうこれすごすぎるでしょ何べんも言うけど事の発端は女子高生が豊川新規に就職の決まった、ね、同級生に銀、ね、信用金庫とかは強盗入ったら危ないよねが信用金庫は危ないと。 潰れたぞ、アコみたいな伝わり方をしたということなんですね。まあね、これね、今インターネット時代で、この話はだいたい1週間、10日ぐらいのことだったんですけど、今はね、これがギュッと凝縮されて、1日2日でね、こういうことが広がっていくのかもしれないんですけれどもね、まあ今から50年前にもね、こんな嘘みたいなニュースがあったということ、 ございます。ということで、女子高生の冗談が招いた、信用金庫破綻の危機、豊川信用金庫事件の話題でございました。ヤジストリート,ートはい、ということで、えー、続いての嘘みたいな本当のニュースはですね、アメリカからのニュースでございます。偽りのヒロイン。 全米を欺いた5年間ということで9.11テロの事件なんですね。まあじゃあどういうニュースなのかっていうことをまずご紹介していきたいと思うんですけれども、もうこれは皆さんご存知の通り、2001年のね9月11日にワールドトレードセンターを襲ったテロ攻撃ですね。9.11事件と言われてます。ね、この生存者やと、 いうふうに偽証していたスペインの女性のお話なんですよ。要は私は生き残り、これね、あの体、その、事件を体験して生き残った方本当に少ないんですよ。そのごくわずかな生き残り用の人を偽証要は成り済ましてたスペインの女性のお話なんですね。で、この女性をタニア・ヘッドさんと名乗って ワールドトレードセンターの生存者ネットワークに加わってですね、その後、このワールドトレードセンター生存者ネットワークの会長に就任していて、メディアにも何度も取り上げられてたという女性なんですけど、これ実は全部嘘やったというお話なんですね。2007年に彼女のののテロ被害の物語の 嘘が暴かれるまでの間の、ね、の物語なんですけれどもね。これね、この最終的には2001年の9月11日の事故当日に、このね、彼女はニューヨークにすらいないでバルセロナにおったということなんですよ。ね。ところがなんでその人がワールドトレードセンター生存者ネットワークの会長までやっとったということやから、 これはねすごいことなんです、ね。で、まあ、じゃあ、なんでそうなったのかということなんですけども、まずこの彼女ね、ヘッドさん、さんって言うてえんかいヘッドはね、彼女は、ユナイテッド航空の175便が突入した際、ワールドトレードセンターにね、際に、78回で煙と炎の間をですね、張って逃げ延びたと主張していたんです。 ね。だから、その体験がね、すごく生々しかったそうでですね、その生存者としてね、数少ない体験した生存者として、それをね、語り部のように、あれは忘れてはいかんと言うて、語ってはったわけですよ。これ舐めますと、これ嘘なんですよ。ね。この人折れへんかったやらそこにね。ところがね、結局その説明は見事やったそうなんですよ。だから、この人は、 ヒロインであり、ミニセレブみたいなね、地位にまで結局体験を話すことによって登り詰めていかはったんですよね。だから、もしもね、この女性の話が本当だとしたら、この人はね、飛行機が突入した階よりも上の階にいたそうなんですよ。もう皆さん映像を覚えておられましょうね。 それはねあの飛行機が突入した上の階はもうその後バッサー全部ビル潰れちまったからもうね残念ながら生き残ってる人ほとんどいないんですよでねその飛行機の突入より上の階にいた人で生き残った人って18人しかいないんですだからこの女性を入れると19人たった19人しか飛行機が当たってる上の階にいて生き残った人はいないんです下の階にはまだもうちょっといたはったと思いますけどね ということなんですよ。でね、おまけにね、この人は、そのことをやっぱ語ってきはったわけですね。それで彼女はね、婚約者のデイブっていう人が、反対側のタワー。で、この女性がいたと主張してるのは、ワールドトレードセンター2のビルなんですね。WTC2。で、この彼女の婚約者のデイブは、ノースタワー、WTC1 にやったと。で、そして、そこで死亡したと。 いうのが、この人のストーリーやったんです。ってところが、後にね、この人、話がちょっと変わってきて、当初は、その、ノースタワーの方、要は WTC1 にいて、亡くなった婚約者が、なんか、知らない間にね、夫やったっていう風に、話は変わっていったそうなんですが、まあ、そこの細かいところにはね、あまりやっぱり突っ込めへんでしょね、唯一生き残って生々しい話してる人やからね。 でそのね、そのどういう生々しい話してたかっていうとね、例えば彼女はね、現場で、もうね、死の間際にいてた男性から、結婚指輪を預かったと、ね。で、要はこれをね、妻に届けてくれと。頼って頼まれて、おそらくそのまんま、その、渡したとされる男性は亡くなったと。ね。で、それを結局、 奥さ私に言ったっていう話なんですよ。でね、すごい話じゃないですか、これね。これ、嘘なんですよ <laughs>。でね、これがまたメディアにね、こう、伝わっていったりしたわけです。そしてまたね、この,そのテロの裏側で、多くの命を救ったって言われてるね、英雄がいてはったんですね。赤いバン,ダのバンダナの男って言われた、ボランティア消防士の。 ウェルズ・クラウザーさんっていう方、この人がね、もう必死になって、いろんな人を救助されたそうなんですが、この女性、この,この奇跡の人と呼ばれているうークラウザーさんにね、助けてもらったんやと主張しているそうなんです。だから、あの人にはね、頭が上がらんと、あの人はもう素晴らしい人やったというふうに。 何面もいくと、これ、嘘なんですよ。で、ただ、登場人物はね、本物なんですよ。この、何人もの人をね、命かえりみず、助けに行ったっていう、このボランティア消防士の方ね、クラウザーさん、ウェルズ・クラウザーさんっていうのも、実在の方なんですよ。でね、どうも、この死に際で男性から結婚指輪を託された人もね、どうもいたらしいんですよ。で、あと、この人じゃないんです。ね。 だから、登場人物は、ほんま者もいてるけど、この人は、何の経験もしてないわけですよね。ところがね、まあ、このヘッドーちゅう人は、もうメディアでインタビューをね、受けたら答えてはったんですよ。それでね、当然大学でね、公演に来てほしいとかいうのがあって、この2005年には、トリビュート WTC ビジターセンターの、 ツアーのリーダーとなって、当時のニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグさんとか、元市長のルドルフ・ジュリアーニさんとか、元ニューヨーク州知事のジョージ・パタキさんと共にですね、記念撮影まで撮ってた。その後、グラウンドゼロっていうのができましたよね。そこなんですよね。そこのツアーリーダーとして、活躍してはったんですよ。何べんも言うけど、嘘なんですよ。その、その時いてなかったんですよ、この人。 ね、でヘッドは頻繁にグラウンドゼロのツアー団体にその主張を、ね、こう自分が体験したことを鮮明に話していたそうなんですね。で私はタワーにいましたと。と生存者ですと。と私は、ね、あなたたちにそのことを、ね、お話ししますと。とぜひ忘れないでほしいと経験談をとうとうとグラウンドゼロで喋っておられたそうなんですね。で彼女はね 崩壊するビルからののの人人を免れた2万人の製造者の代表だから、その2万人ビルにいてた人は生き残ったんですね。だから、先ほど言った飛行機が当たった、崩れるまでの下の人たちはね、多分逃げれた人、ものすごい出るでしょう。ねその後ビルは倒壊するわけやけど、国境ね、2万人の生存者の代表としてね、9.11事件のことを喋ってあったんです。 でこれはもうあらゆるところの記事になったわけなんですよね。で、先ほど冒頭で言ったワールドトレードセンターの生存者ネットワークで彼女は会長を務めていたそうなんですよ。で、それで彼女の会長の後、後任になった会長のリチャード・ジンブラーさんがね、彼女の話を疑う余地はなかったと。あこれはあれなんですよ。彼女が嘘ついて ね、このネットワークの代表を退いた後に着いた会長さん、新会長が言うてはるんですね。彼女の話を疑う余地はなかったと。彼女はその一端をね、見てたんだと。ね、もう間違いなく見てたと思ったと。ね、彼女の腕には火傷の、やけどによるものやと思われる傷跡もあったと。そして、話はとても現実味があったと。 いう,ふうに述べておられるんですねだからめちゃくちゃようできた話やったっていうことなんですよね。じゃあねそのみんなが騙されたむちゃくちゃようできた話が何でバレていったのかというとこれね2007年の9月にニューヨーク・タイムズがニューヨーク・タイムズの周年記念記事を執筆する過程でですねこれやっぱりこの 9.11っていうのはアメリカにもたらした歴史的なことだから結局ねこのヘッドさんに物語を書いてもらおうとそれでこの物語の検証した,したそうなんですニューヨーク・タイムズがでもともとこのヘッドさんはハーバード大学の学位を得てスタンフォード大学の経営学院を卒業したと言うてはったらめちゃめちゃ賢い人やんかハーバード大学出てスタンフォード大学で経営の 大大学学出出たたたたとねね主張しししててんですが両大学に彼女の記録はは存在しなかった、はいボロ出てきました、ね、ニューヨーク・タイムズやっぱり一応念のために調べとこうかってなったんでしょうねでまた彼女はワールド・トレード・センターのメロリル・メルリあかんなあカタカナ弱いなあメリル・リンチねメ,ロリメルメンチ <laughs> ああ これ、もう、めんどくさいから編集せえよ <laughs>。気持ちは伝わってるよね。メリル・リンチ、はい、もう言えへんよ。に勤務していったと主張していたんですが、このメ,ルルメ,ルメ,リ,メリル・リンチに彼女の、ね、雇用を確認したところ雇用したという記録はなかった。これ、ここも有名な証券会社じゃなかったかな。ね。 だからもう超えいいってやったって嘘ついてあったわけですよ。だけど、そんな人は雇用してませんでしたと、ね。で、その後、結局、徐々にあれあれってことが出てきたわけですよね。その後ね、このヘッドさんが3つのインタビューの予定を全部中止して、結局ね、これ以降、要はこれが分かってきた以降、記者への回答を全部拒否していったわけです。 でもこれでニューヨークタイムズはもう怪しいと思ったんでしょうね。で、ニューヨークタイムズは生存者ネットワークの他のメンバーと連絡を取ってですね、このヘッドの言うてた信憑性について質問をしていったそうなんですよ。そうするときっと嘘がほつれ出すんですね。二千0 2007年の9月27日の週までにネットワークを彼女のグループの会長理事から退任させることを決定したと。 いうことなんですね。そして最初言ってた、婚約者から夫へと、ね、表現も変わってたビッグデイビー、デビーデイブさんね、の愛称で知られる男性が、反対側のビルで亡くなっていたのは事実やったんですけれども、生前の彼の実家には、タニア・ヘッドと名乗る人は、気もしてませんでしたということが分かった。だから、指輪の話は、ほんまやったんやけど、結局、 この人が持って行ったんじゃないんですよね。で、2007年の10月に、バルセロナの新聞のラバング・アルディアの、このね、ヘッドが9月11日の事件当日は、餌でビジネススクールで授業を受けていた最中であり、また、腕の傷はその数年前、自動車事故によるものであると、結局、彼女のクラスメイトが、 バルセロナの新聞社に語ったっていうことをですね、報じたんです。ね、これでもほぼほぼ暴かれましたよね。このバルセロナの新聞、ラ・バングアルディアは、ヘッドが2002年に6月までにこの授業を受けておってですね、ニューヨークでの働きたいとクラスメイトには話していたことも報じたんですが、この9.11同時多発テロの当日はアメリカにはおらずに、 バルセロナにいたということが結局明確に分かったということなんですね。そして2008年の2月にワールドトレードセンター生存者ネットワークに彼女が自殺したというスペインからの匿名の電子メールが届いたそうなんですよ。ね。ところが、ところが2012年、ワールドトレードセンターネ生存者ネットワークのメンバーからの証言をもとにして The Woman Who Want There っていう題名の書籍及びにドキュメンタリーの映画が制作されたそうなんですが、その書籍及び映画は2011年9月14日にニューヨークでヘッドとその母親が目撃されたというふうに記しているということなんですね。だからこのヘッドが自殺したっていうのも嘘であった。これ誰が流したのかはわかりません。けども、 それは嘘だったということが判明したということなんですね。それで2012年、その後また分かったことは2012年の7月にヘッドはバルセロナの保険会社のインターパートナーアシスタンツに勤務していたんですがニューヨークでの事件を知った雇用主によって解雇されたということなんだそうです。だからね、この本人がどこまでついた嘘かは分からないけれども、まあ、ただ、 その自殺したとかいうのは、まあ本人が流したんかもしれないですよね、うん。まあこの見てきたミサイルの嘘をつきみたいなね、ことをよう言いますけども、結局この人ね、もう全部嘘やったんですよ。全部嘘やったのに、みんながね、あまりにも用できた嘘やったから、これはほんまやと。たまたま交通事故でね、手の怪我してたやつも、そこでの火事を、火傷やっていうことやから、 結局多分かへんかったのね。もうやっぱりトラウマにもなって聞きにくいですしね。そんな9.11の上におった時のことなんかね。まあだから、うー嘘で固めたんですが、ところがね、不思議なこともあるんですね。これね、彼女はワールドトレードセンターの生存者ネットワークの創設者の一人であるジェリー・ボガスに 自身が9.11生存者のため、インターネットグループを立ち上げたタニア・ヘッドであることを口頭で教えてですね、2004年にネットワークに加わったわけなんですが、このボガスさんとの数ヶ月の電子メートルのやり取りを経て、彼女は団体を、両団体を合併させて、団体運営には非常に協力的やったそうなんですよ。なので、この人のおかげで、 二つあった団体が一つになって、よりいい団体に育っていった。これ実はね、事実なんですね。で、それで、このね、ネットワークの目的は、テロ事件の生存者たちへの支援であったわけなんだそうですけれども、彼女自身、このネットワークに、の活動に関しての報酬は一銭も受け取ってなかったんですって。だから、これ普通は、 金儲けでやるよね、こういうなりすましとかは。ところがね、この人、一銭もお金受け取ってないんですよ。でね、なんなら、この活動のために、寄付金ですごい額、寄付してあったそうなんですよ。はい、わけわかりません。ね。だから、このね、ヘッドのやってたこと、全部大嘘やったんやけど、お金目的がなかったんですよ。 結局それでそこんな生存者ネットワークの責任者でも,ったのでもなってたのにそこからのお金の横領はね一銭もない逆に寄付をしてたいやーなんかわっけわっかりませんよねねそれでねこうだからこうなんやろうねだから何かしってるうちにこうほんまに自分体験したと。 思ってしもたんかななんか、結局ね、なんかほんまようわからん事件っちゃわからん事件なんていうことだ全くお金目当てではなかったことはね、事実なんだそうなんですよ。なのでね、この、えぇ、ー、谷屋はこの生存者ネットワークの代表を解任されたり、その後ね、時間な事件とも、何なんともね、結局その金銭的やり取りがなかったから、結局ね、 警察も動いたらしいんですけどお金を騙し取ってないんですよだからねこの人ね別に罪に問われてないんですねだからねこうただなんやろ名誉が欲しかったんやろうかねでねこの彼女と親交になった人がね言うてはるのはこのねタニアの体験はね重すぎたとで 些細もう細かいところまでねよこうすごいもう重たすぎてもうねそれ以上も言わんでいいっていうぐらいの話だったんだそうですよ。それでね自分より悲惨な思いをしているはずの彼女が駆け回ってる姿を見てね自分も頑張らんとあかんとエネルギーがもらったこれこの生存者ネットワークの人が言ってるんですよ。 で、このね、生存者ネットワークでこの彼女と親交になった人も、この団体のために走り回ってたわけです。で、その人が、この人の話聞いてね、もう重すぎると。とかね、もうこの人より私はそんな大した目に追てないけど、なのに、そんなこの人の金、ね、こんだけかけずに回ってんだから、私も頑張らなあかんなと思ったと言うてはるんですね。で、お互いに体験をね、話し、 思いを分かち合ったことは自分の励ましのプロセスに大いに助けになったというふうに語っておられたそうなんです。これ、ね、もう言うのもはばかれるんやけどこれ全部嘘そを言うてはったんですよね。さあどうですこれもね結局目的何やったんですかね まあ、これも、ちょっとね、最初の信用金庫の話とは違うパターンのね、嘘みたいな、本当のニュースなんですね。ということで、偽りのヒロイン、全米を欺いて5年間、9.11テロ事件のニュースでございました。矢印ストリート とということでヤジウマソリッド第67弾、ね嘘みたいな本当の話特集、いかがでございましたでしょうか。これねつい先日ね、ね皆さんもご存知のように11月29日にね発生した韓国・イテウォンのハロウィンの圧死事件ではね150人以上の若いね人ばっかりがねお亡くなりになってねねやっぱり、ね、若い人は死んだらあかんのよ。ねねほんまに、ね、残忍な 事件やと思いますねこれでまた日本の、ね、女性お二人これも若い可愛らしいお嬢さんじゃないですかねあんなん写真テレビで出さんでええと思うんやけどねもうだほんまにねこう命をなくすにはあまりにも若いねまあ本当にねこのお亡くなりになられた皆さんにはねもうぜひとも,もう、ね、ご冥福をお祈り申し上げたいと思いますまあねその事件が起きた ね、この夜間営業の、ね、店舗が多数存在するそのエリア、ね、なんか緩やかな坂道があったんだそうですよね、それで被害に遭われた若者たちのシーンの多くはね、ね死って言われる、ね、んものだったんだそうです、事件の、ね、関係者たちの証言によると、ですね被害者の中には、立ったままですよ、立ったまま亡くなった人もいる可能性が極めて高いということなんですよ、想像できますか、たったまま亡くなるんですよ。 ねえこれ想像できへんわ、まあ僕も東京に、ね、単身赴任で行ったときに東京のラッシュは経験しましたけど、ね、あ,あれも大概やけどあっこで亡くなったなんて話聞いたことないもんねだからもっとえげつないことが起きとったわけですよ、ね、ところが専門家の人たちは、ね、このように立ったまま亡くなるというようなことはね十分可能性はあるというふうにおっしゃっておられるんですね。今回の えー、この韓国の、ね、イ,テウォンでイテウォンで起きたね集団災害では1平方メートルあたり10人以上の密度があった可能性が高いと 1, 1メートル四方に10人ですよ入れへんと思うんやけど入ってはったんですよで事故直前のの映像では群衆たちの 頭の部分が水面のように波打つ様子が確認できましたねとこうした状況になると波のピークにある当たる場所にいた人たちは事件関係者の証言したように立ったまま、ね、亡くなったり気絶してしまってそのまんま帰らぬ人だった可能性が十分にあるということなんですね。それでこのねより大きな被害になったのは一人が倒れてしまった後に起こることなんだそうです。 専門家たちはまずね最初の1人にならないことが重要だこれは倒れたらあかんってことらしいんですよ、ねこのね、最初に倒れた人はまず間違いなくもう助からないんですってこ前にどうぞっ倒るだけじゃなくていろんな方向から倒れ込んでくるからそうなってしまう最初の1人じゃ絶対になったらなめなんだそうですってもしもそういうところで息が苦しくなったらボクサーのようにね腕を前にね当ててできるだけ我慢するとそれだけで その足から免れるようなことも起きるんだそうですただ、ね、一番やっちゃいかんのは圧力から逃れようと思って、ね、座り込むこれはもう絶対ダメなんだそうですねそこを起点にしてみんなが倒れるいわゆる群衆雪崩の震源地になってしまうそうなんですねまずそれをやると生き残れないということなんだそうですそれで結局ここの僕が読んだ記事ではですね 群衆なだれ、立ち続けたものだけが生き残るというタイトルでございました。ただ、立ったまま亡くなってるんだからね、まあ僕的に言うと、こんな人の多いところにはいかんこと、ね、特に若い人、生きたい気持ちはわかるけども、ね、我慢しましょうよ、ね、と還暦のおっさんは思った次第でございます。ということで、ただいまバックに流れておりますのは、ラジウマストリートのテーマソングでございます、少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でございます。 今回も集まま動物の森スタジオからお届けをいたしましたししぜひともねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますということで本日もお聴きいただきまして誠にありがとうございました YouTube ラジオラジウマストリート次回第68弾でお耳にかかりますそれではさようなら心が今少年の夏の日を鮮やかに